マリノスのジュニアユース。きっかけは何だ。マリノスって2チームあって中学は、うん、両方、まあ、欲しいと正直言われて。お、右サイドへのコンバートされたっていうのはいつ。コンバートは高2ですね。お前はトップ下じゃもう出られないと正直言われて、うん、なお右サイドやってみないかって言われた、うん、皆さんこんにちは、本日はこの方が来てくれています。元日本代表のミッドフィルダー石川直宏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番最初の出会いっていつになるの。話はしてないけど、うん、小学校6年生の時の清水の草サッカー大会、うん、決勝戦やってる清水 FC の、うん、試合をスタンドで見てて、うん、でその後優秀選手選ばれたから、うん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 、でピッチに行った時に清水 FC の選手たちが、まあ、池田翔平はじめ、うん、啓太もそうだし、うん、多分5、6人いたよね、うん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 、で俺がポツッとそこにいたという。あ、一方的ですね。で松井大輔も、松井大輔もいた、いたね、京都公。そうね。ああ、で、まあ、あの、うん、はい、石川さんのサッカー賞を遡っていきたいんですけれども、はい、まず5歳からサッカーを始める、はい、これサッカー始めたきっかけは。きっかけは、まあ、なんかサッカーだけじゃなくていろいろ野球とか、うん、まあ、それこそ鬼ごっことかちっちゃい頃にやって一緒にやってた近所のお兄さんがいて、うん、でその2つ上のお兄さんだったんだけど、うん、が所属していたチームに面白そうだからって言って見に行って、でみんな同じユニフォームを着てこう練習したり試合してる姿を見て、うんうんうん、あ、いいなと思って、うん、じゃあその近所のお兄さんきっかけで始めた。そう、きっかけで。でそこから中学校に行くでしょ。 それがマリノスのジュニアユース。マリノスのジュニアユースのオッパマ。それはきっかけは何だったの。僕が住んでる地域は横須賀 で、うん、ですぐマリノスって2チームあって中学は、うん、オッパマって横須賀にあるオッパマと、うん、当時新小安、うん、横浜にある、うん、2つだったん で先輩は新小安も行ってたり横浜に行ってたりしたんですけど、うん、まあ、僕がその両方、まあ、欲しいと正直言われて。お、セレクションじゃなくてオファーだったので、なおかつ、うん、オッパマから直々に監督から連絡あったんですよ、うん、お前は新小安オッパマどっち行きたいんだと監督に、はい、言われていや、ちょっと分かんないですまだみたいな、うんうん、でサッカーで言ったら組織的に戦うか、うん、結構個でガツガツ行くかって、オッパマと新小安の同じマリノスの特徴があって。どっちが個だったの。もうオッパマが個、横須賀の、うん、もうやんちゃな連中がオッパマに行くみたいなけど、先輩たちも、まあ、オッパマ行ってて、うん、で新小安の話も聞いてて、うん、どうするんだって言われて、うん、まあでも先輩に聞いたらやっぱりこうこう伸ばすか組織として戦うかって、うんうん、俺はこうがいいなっていうので、うん、で監督にいや行きますって言ったら、うん、その後にテストがあったんですよ。怪我するからやんなくていいって言われてすごいねそれ。400人ぐらい持っていたのかな。入りはそうだった。え、当時のポジションってどこだ。当時はもうバリバリトップ下だね。あ、トップ下。右サイドへのコンバートされたっていうのはいつ。コンバートは高2ですね。そこまで行くんだ、はい、え、じゃあその中学校の時はずっとオフェンシブでやってて、やったりウィングやったりしてたけど、うん、体ちっちゃかったんですよ。うん、でみんな中学になってこう、ね、体も大きくなって足も速くなって強くなってみたいな、うんうん、今自分の中でドリブルが得意だったんだけど、うん、ぶつかられて、あ、なんか自分のプレーができないみたいな。試合は1年生から実は出てたの。おけどなんで俺が出てるのか分かんないってぐらい、うん、全然馴染めてないの。だけど後から聞いたらやっぱりその身長も後々伸びるし、うん、今のうちにいろんな経験をさせる可能性のある選手だからって言って、お、出してもらってたけど、同級生からすると、うん、なんであいつ出てんのとか、先輩からもさ多分そういうふうに思われてて、すごいもどかしくて自分が出てるけどうまくできないっていう、でもまあその可能性も含めて技術もあるから、うん、そこからまたそうだな、中3になってまあ10番もつけたりしながら、うん、ちょっとずつ自分のプレーができるようになってきてユースに上がって、ユースは新クラスとオッパマが合体するから全く出らんなくなったの、また1年生から。へえ。当時1年でいたのはあの中盤で大橋、大橋ね、がもう絶対的で天才だったの、ね、うん、だから俺が出る余地がない、うん、ってなってた時に当時の樋口監督、うん、まあ、琉球とか、うんうんうん、まあ、マリオスもね、うんうん、監督されましたけど、うん、なお右サイドやってみないかって言われたの、うん、お前はトップ下じゃもう出られないと正直言われて、うん、カチンと来て、うん、カチンと来るんだけど現実そうだから、うん、大橋に負けたっていう。ずっと小学校からあいつライバルだった、うん、
で高校になって一緒になって、うん、おっしゃ俺の方が上だっていうとこ見せようと思ったら1年生は出られない。もう彼は1年生から出てる。でポジションがなくてどうしようってなってた時にサイドやらないかって言われて、うん、もう泣く泣く受け入れたんだよね。自分が試合出るために出るためにと、あとはゆくゆくプレーの幅広げるために右サイドやって、うん、また真ん中戻って大橋に勝とうと思った、うんうん、だから初めてだから本当に本格的にサイドやり始めた高2、うん、右サイドになって、うん、身長も伸び始めて、うん、大げさじゃないけど一日一日の目線が変わるぐらい感覚的にぐわーって伸びて、繊細だね。でもね、繊細、それは分かる。でも分かるぐらい伸びたってこと。でもそこまで大げさかもしれないけど、でも自分はその感覚だから、うん、例えばボール見ててドリブルしてるじゃん、うん、遠いな今日みたいな、うん、そんな感じなの。だからうまくいかないの。クラムジーっていう言葉があるんだけど、うん、その身長伸びる時期と自分のプレーがこうイメージとのギャップみたいな、俺に苦しんでたから。だからちっちゃい体ちっちゃいからうまくいかない、うん、クラムジーで身長伸び始めたからうまくいかない、うん、うまくいき始めたのは高3の夏ぐらい。そう、そんなに時間かかったんだ。でそのユースでイメージが合ってきたのが高校3年生ぐらいだと。高2で右サイドやり始めて、うん、大橋が真ん中出てる、うん、右サイドの動きわからない、うん、スルーパスが出てくる、うん、自分が準備できてない、うん、下手くそって言われて言われたんだ。ごめんって言おうとしたらもうさっさっさっさ帰ってるみたいな、うんうん、大橋のスルーパスすごかったのね。当時から、うん、彼は俺に合わせるんじゃなくて、うん、俺が彼に合わせなきゃいけないけど反応できずにっていうのを繰り返してたのね、うん、でもだん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 そのボールに追いつこうとすると走るじゃん、うんうんうん、予測もするじゃん、うん、で足速くなってきただんだん。それが高校2年生の時にこうやって高校3年生でその時はもうずっと右サイドでなんだけど、うん、右サイドで1個下で当時飯田博隆っていう、うん、まあ、1個下の U16 の日本代表とか入ってるやつがいて、うんうん、俺出れなかったの3年生の時。3年しかも合併したのフリゲルスと。ああその時期だ。そうで、うん、また人数増えて、うん、俺のポジションがなくなったんだよね。え、じゃあ どうしたの。その飯田博隆が、うん、たまたま夏の全国大会前2週間ぐらい前に、うん、足ひねって怪我した。おポッてポジション入った、うん、ここだと思って俺そこに出て、うん、全国大会に出て活躍してプロになった。すごいねそれね。そう、え、じゃあもし怪我がな、まあ、たらればないけど怪我がなければもしかしたら、うん、なってないかもしれない。なってないし、高校2年の時点で冬に面接があって面談があって、うん、当時の育成の強化部長、うんうん、あとは樋口さん、うん、もうお前はプロになれないっていうその時に言われた。可能性的に低いっていうか、うん、難しいから大学行く進路考えろって。それで大学行く準備とかしてたの。準備してない。だってやってみなきゃ分かんねえじゃんって俺は思ってて。なるほどね。ふざけんなと思って、うんうんうん、って言ってたらフリーゲルスと合併が決まったりとかまた試合出られないとか、うん、もっとピンチな状況になって、うんうんうん、まあ、どうしたらいいかなと思ったけど、うん、でも、まあ、自分はやりきってみないと分からないし、うんうんうん、とにかくやりきった上でどうなるかってところは自分の中でやっぱり納得したい部分、うん、やりきれば自分の中でも納得できるし、うん、まだまだやりきれてないっていうのがあったから、うん、だから残り進路も決まるって言ったら半年ぐらいだよね。どうにかしてやると思って、でそれで試合出て活躍してプロに上がる。そう、98のクラベスの大会で、うん、その大会でのプレーが評価されて、うん、終わった大会終わった後に練習参加の許可が得られて、そこで、まあ、良ければ、うん、そのプロっていう契約に行き着くっていうふうに言われたんだけど、俺半月板をその大会で怪我しちゃったのクラブユースで、うん、でもここで掴まなかったら、うんうん、ほら道閉ざされちゃう。そうだね、そうだね。だからもう血とか水抜きながら練習してまた治療して、うん、でギリギリでやってギリギリなんとか。トップチームにじゃあお前契約なって言われたのはどこでどういう場面で言われたの。まあ、仮契約とかしたのは、まあ、今でも新横浜のプリンスホテル覚えてるけど、うん、なんて言われたっけな、なんとなくしかその時は覚えてないけど。じゃあその時にホテルに呼ばれて、うん、こういうような形で考えてる、うん、で自宅にも来て、うん、教科担当が、うん、うちの両親にもそういう挨拶と話してもらって、うん、それは嬉しかった。嬉しかったよ、すごい。で両親はどんな反応だった。いやでもずっとね、小さい頃から、うん、やっぱ憧れて小学校6年生で J リーグできて、うんうん、その J リーグの開幕戦もスタンドで俺見てて、うん、もうあのピッチ立つんだと思ってずっとやってきたから、う
でも中学うまくいかない、高校でもうまくいかないことだらけだったけど、うん、最後まで諦めなくて本当良かったなっていう。でもそのユースの時に練習参加してるでしょ、うん、どう感じた？なんか違うなとか。違うよ、もうパワーもスピードも、うんうん、であの時いたのが中村俊さんとか、うん、まあ、川口さんも吉川さんいたし、松くんもいたし、上昇寺さん、うん、もうみんな体こうでさ、うん、超怖くて、うん、ビビりながらやってたけどね。でもここでもう掴むしかないと思って、怖かったけど、なんかあ、こういう世界でやれるなんかチャンスがここにあるんだっていう喜びと、うん、でまあなんとかそこで契約したと同時に僕は手術したっていうね。なるほどね。そうそうそう。で2001年、はい、Under-20 の日本代表で、はい、まあ、10番を背負ってワールドユースに出場するんですけど、はいはい、その時こうグループリーグで敗退したと、うん、何が原因でグループリーグ突破できなかったの？原因というかいろいろあると思うんだけど、常にやってたのは相手がいない状況の中で自分たちの形を作って、うんうんうん、例えばワントップに当てます、うん、その時にじゃあどう2人が反応するか、うん、その間にどうサイドバック上がるかみたいな、うんうんうん、自分たちが主導になれば強かったけど、うん、世界はそれをさせてくれないじゃん、うん、確かに。でそうなった時の対応力がやっぱなさすぎた、うん、でその時にたまたま現地で解説してた人が、うん、原さんだったの。原博美さん。おで俺が帰ってから、よし、この悔しさを晴らすために次アテネだ、うん、まず試合に出ることから、うん、でセカンドステージで1試合だけだったんだよね。怪我もあって調子も良くなくて、うん、やっぱ評価も低くて、うん、で練習自体もこうなんだろう、ハブレンって言ってたけど、ハブレンね、ハブかれた練習、ね、そうそうそう、うん、あのマイノスのグラウンド、東オスカルグラウンドって1面とちょこっと横に1対1とか2対2とかできるかなぐらいのスペースしかないんだけど、紅白戦やるでしょ、うん、そこに入れないハブレン組がみんなふてくされながら練習やってやってんだけど、うん、俺はもう世界経験してきて次は当てれたとか、うん、ここから出なきゃいけないっていうなんか危機感で、うん、で1人でなんかもう空回りしながらやってたけど、そこでそれで1試合だったんだけど、その1試合をたまたま原さんが見てたの。で翌年、うん、まあ、監督がそのままで構想外だよね、うん、自分がサテライトリーグで FC 東京と試合した時に、うん、原さんが見てて、うん、今来たから使っちゃうから、うん、来いって言われたんです、うん、そこで加入して、5日後に試合だったから、初めてなんか自分のプレーでなんだろうな、そうやってファンサポーターの方に認めてもらえたっていう、うん、